ことはもちろん、地域チャンピオンズリーグに関してもお話を伺っていきたいと思います。さて、本日は記念すべき第1回、菅原太郎監督に お話をお伺いしたいと思います。菅原監督、自己紹介をお願いいたします。はい。JC 宮崎監督、菅原太郎です。33歳まで現役 J リーグ、J1、J2、J3、はい、JFL、地域リーグでもプレーさせていただいて、はい、でそこから33歳から、ブラビッツ秋田、JFL の、7クラブでコーチを務めさせていただいて、はい、今年から初めて監督として JC 宮崎津野町にやってきました。はい。ありがとうございます。様々なカテゴリーで活躍されていた現役時代と、そしてコーチとして歴任されてきて、JFC 宮崎で監督をというところですね。ありがとうございます。さて、早速監督に今日はいろんなことをお伺いしていこうと思ってるんですけれども、はい、やっぱり監督の人となりっていうところを皆さんに知っていただきたいので。大丈夫ですか？僕の人となりで大丈夫ですか？大丈夫です。プライベートなこともちょっといろいろとお伺いしていくんですが、はい、まずはちょっと簡単なところから、はい、好きな食べ物は何ですかという。すごいですね。大丈夫かなって質問なんですけど。好きな食べ物ですか？はい。基本的に、はい、嫌いなものなくて。あ、そうなんですか？はい、現役の頃なんかは、はい、栄養取れてればいいっていうような考えで食事取ってたんで、アスリートも、はい、最近は結婚も現役の頃に結婚して、はい、で今現役終わってから奥さんに手料理作ってもらうんですけど、その方がいろいろ味にうるさくなりましたね。はい、なんで、ね、今は好きなものって言ったらもう代表的な焼肉とか、はい、お寿司はもちろん好きなんですけど、はい、最近こっちに来て本当お寿司とか魚介海鮮類美味しいなって思いますね。そうですよね、はい、特に前は奈良に住まれてた、はい、海がないっていうところで、はい、余計ですね。しかも僕滋賀県出身なんですよ。あ、そうなんですね。滋賀県出身で、滋賀県は琵琶湖ありますけど、はい、海ないんで、うんうんうん、はい、そしたら海水魚の方だと。そうですよね。だからかな、だから海鮮好きなのかな。それは、はい、もしかしたら宮崎の海の幸がすごく美味しいのかもしれないです。、はい、ありがとうございます。はい、はい、そしたら次は好きな音楽とかアーティストとかっていう。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫か、これで、ね、この質問大丈夫ですか？リードあります。大丈夫です。多分画面の向こうの方みんな知りたがってると思うんで。分かりました。はい、好きな音楽はやっぱ、はい、ポップな歌は好きですね。自分が上げてくれるような音楽とかそういうのは好きですけど、アーティストは昔からもう、はい、姉の影響で、はい、ビーズさんはむちゃくちゃ好きですね。あ、そうなんですね。アルバムも全部持ってますし、うんうん、最近出る曲買うぐらい好きです。はい。ちなみにビーズさんの中でこの曲がおすすめみたいなのってあるんですか？もうめちゃくちゃいっぱいおすすめありすぎて。、はい、もう本当にいい歌ばっかりあるんですよ。この歌って言ってたらみんな知ってるような曲もありますし、でもやっぱその中で一番今まで聴く機会とか、はい、あとみんながかけてくれる、僕が好きだって言ったらかけてくれる音楽はやっぱりウルトラソウルっていう人気だ。はい、あれはすごくモチベーションも上げてくれますし、それだけじゃなくて深い、すごい深い曲だし、いいなとは思います。はい、そうですよね。みんなで盛り上がることができる曲でもありますし。そうですね。それ単純な理由なんですけど、もっと深いとこある。深いとこある。ちょっとそこまでお伺いしたいなと思うんですけど、なかなかね。はい、そしたらちょっと今度またお聞かせいただければと思います。そうですね。はい。はい。そしたらですね、ちょっとまたその好きなものシリーズというところで、はい、次、好きな本とか漫画とか、はい、普段本とか漫画をお読みになりますか？読みます。もちろん。本は、暇あればというか、本当に移動時間が多い職業なんで、そうですね。はい、なんで、デール・カーネギーさんの人を動かすとか、はい、うんうんうん、そういう本に関してはもう何回読んだか7、8、
8、9回目ぐらい数えたら分からないけど、あの読むごとに、はい、あの発見があるというか、あのいい本とか好きな本はもう本当に2回、3回当たり前に読みますね。あの1回読んだら終わりじゃなくて、なるほど。あ、じゃあ好きな本は繰り返し繰り返し読んで、はい、多分読むたびに新たな発見とか気づきとかもあると思うんですけど、そうなんですね。本ってすごいですね。だからあのいい本っていうのはすごく、まあ、読み返して分かってることでももう1回自分の中でああこうだったなっていう、あの塗り直すとかそういうこともできるし、そうですね、はい、で漫画はもう幅広くもう本当に読みます、はい、読むし、漫画から得ることってすごく多いんで、そうですね、情報量がいっぱいあって、まあまあ、昔はドラゴンボールから始まり、はい、その今は進撃の巨人とか、はい、ああいうところまで行ってますね。あ、そうなんですね、はい、サッカーものはそんな読まないです。サッカーものはそんな読まないですけど、他の職業の、サラリーマン金太郎とか、あと静かなるととか、結構あの熱中してずっと読んじゃいます。なんか私のイメージでなんですけれども、はい、サッカーをやられてる方、結構キャプテン翼を読んでっていう方多いじゃないですか。キャプテン翼を読んで翼くんみたいに。なりたいなっていうので、サッカー始めた方とか多いと思うんですけど、はい、あ、僕それ、あのドンピシャそれです。あ、本当ですか。はい、ドンピシャサッカーはもう本当にキャプテン翼を見て、はい、あの慣れ始めたら小学生からなんですけど、小1とかなんですけど、でもその前から幼稚園の時からもサッカーしてましたし、あ、そうなんですね。しかもキャプテン翼に出てくる三崎太郎って同じ、はい、その名前のキャラクターとかもいて、はい、あのすごく、だから漫画というよりかはあのテレビで見てたっていう、あ、アニメで、はい、アニメで見てたっていうので、はい、そのきっかけはあのまさにそうですよ、はい、そうだったんですね、はい、まあ、ちょっといいことが聞けました。多いと思います、僕の年代は特に。そうですよね、はい、結構幅広くそのキャプテン翼の話題は、ね、伝わるのかなと思っていて、はい、なるほどですね、ありがとうございます。はい、はい、さてちょっとこういった形で好きなものについてお伺いしてきたんですけれども、はい、最初自己紹介でも今年から津野町に引っ越されてっていうところでですね、はい、津野町のチーム自体も今年から本拠地が津野町でっていうところで監督も来ていただいて、ズバリ津野町のいいところみたいなところをお伺いしたいなと思うんですが、はいはい、あのこれ移住してきた人誰に聞いてもいいんですけど、はい、これもう食べ物はもうめちゃくちゃ美味しいです。わかります。食べ物めちゃくちゃ美味しくて、でその食べ物ってあの都会とか他の地方では結構あの値段がするんですけど、そうですね、本当に安くて質のいいものが売ってるんで、あのすごく家族で来てるんですけど、家族はすごく子供も含めてあのすごい、あの食べれないものが食べれるようになったりとか、確かにトマトなんか典型的にそうですし、通常に来てトマトを食べるようになったとか、うん、トマト食べたいっていうようになりましたね、子供。本当ですか。いや本当にトマトも甘かったりとか、トマトの概念がちょっともう変わりますよね、はい、変わるんで、なんで勝手にあのお裾分けみたいな感じで、はい、近所の人がキュウイくれたりトマトくれたり、いろんなその時の旬のものをくれたりするんで、すごくこんないいものをこんなもらっちゃっていいのかなっていうぐらい、ありがたいですね、はい、本当に旬のもの一番美味しい時期に美味しい形に食べさせてもらえるから、そうですね、ありがたいですよね、はい、ありがとうございます。やっぱり津野町の魅力は食べ物が一番、これもいっぱいあるんですよ。本当ですか。他にも絶対いっぱいあるんですけど、はい、もうみんな口すごいっていうのがもうこのことですね。もうあの移住してきてもう話題になります。移住してきたみんな選手も言ってるんですけど、あ今日何々もらったとか、 あそこの何々普通に 何百円で売ってるけどめちゃくちゃ美味しいですよとか、そういう話はすごくあるんで、そう、食べ物もただ食べ物が美味しいだけじゃなくて誰かがくれるみたいな人の温かさとかもやっぱりありますよね。つながってきますよね、はい、ありがとうございます。さてそろそろですね、サッカーに関してもいろいろと、はい、お伺いしていこうかなと、やっぱりサッカーのチームなのでですね、はい、ですね、お伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、例えば練習前とか、はい、試合前とかに、現役時代でもいいですし、はい、今でも大丈夫なんですけど、ランニングとかって
同じことしない、良かった試合と同じことをしない、また違う試合では違うルーティーンというかやった方がいいことをその場で決めていくっていうルーティーンは最後の方、現役終わる頃はあれすごくこれいいなと思いましたね。同じことばかりやってまたうまくいかなかった時にそのいいことができなくなっちゃうんですよ。なるほどなるほど。ダメだったからな、左から上げちゃダメだな、スパイク、あ、買ったばっかだけど曲げちゃったから使いたくないなとかになってくるんですけど、それはもう全然関係ないんで、そんなことなんで、現役終わる頃はルーティンを作らない、良、はい、かったとしてもそれを継続するんじゃなくて、その日にいいことをやっていくっていうスタンスのルーティンは作ってましたね。なるほど。じゃあその、まあ、いいことをするっていうところはルーティンだけ、ルーティンというか、まあうね、普段からやられてるように私は見てて感じているんですけれども、はい、そういったところを気にしながらというか、はいはい、心があえて変えるとか、そういうことを気にしてましたね。で、なるほど。現役が終わってからは、はい、もうやれなきゃダメなこと、練習前にやっとかなきゃダメなことっていうのがすごく多いんで、例えばスタッフと、何時間前に来て、ミーティングして、である程度、共有してからグラウンドに、オーガナイズを作りに行ったりとかっていう、その ルーティン化してますね。それはもうやっとかなきゃダメなことなんで、しっかり理解した上で、トレーニングに入るっていう全員が。すごく皆さん早く集まってらっしゃるから、まあはい、やらなきゃいけないことも多いんだろうなと。多いですね。やっぱスタッフになったら現役のことと違って、まあ、現役の頃もね、選手それぞれ練習前にやってることっていっぱいあると思うんですけど、スタッフになると、今選手が23とか4いるんで、はい、その選手たちのことを全部考えて一番いいところのメニューを組んで練習を、最初から最後までしっかり終わらせないと。そういう意味ではすごく準備 の職業だなというふうに思います。そうですね、はい、準備が大事っていうところはすごく痛感しますね。はい、ありがとうございます。ちなみに、はい、これまで、まあ、現役時代から監督になられるまで、はい、サッカーに関連してで大丈夫なんですけれども、はい、一番辛かった出来事とかって教えていただけますか？辛かった、はい、この時期が辛かったとかでも大丈夫です。僕プロに入る、はい、まあ、初め J1 の柏レイソルさんに入らせてもらって、そこまですごく順調満帆というか、はい、思い通りになってきたんですけど、プロに入ってからまず1年間試合に出れなくて、でその後も試合に出たり出なかったりっていう、本当コンスタントに試合出た年っていうのがプロに入ってからはなかったんですね。まあ15年現役でやらせてもらったんですけど、はい、同じチームにずっといたこともないですし、だからそういうところで試合に出れなかったっていうのは一番やっぱりサッカーは悪くないけど、サッカーがちょっと嫌になっちゃったり、そういう時期っていうのはありましたけど、今思ったら辛いというか、まああれですね、まあその先に生きることなんで、辛いというよりかは試練というか、まあ、修行ですね。そういう感じで受け止めてますけどね。まあ、でも試合出れないとやっぱ現役の選手は辛いですよ。ですよね。もうそういった経験をされたからこそ、監督として今やっぱり試合に出る選手出ない選手っていると思うんですけど、はい、みんなのことを考えられるかなと。そうですね、そういう意味ではその選手をチョイスというか、はい、選手をこう出していくその基準っていうのは高いというか、僕の下で練習してくれてる選手たちっていうのはちゃんと
その日だけ結果出しても試合に出れないし、継続して結果出していかないと試合でチャンスもらえないなっていうのは感じてると思います。そうですね、はい、で現役が終わってから、はい、コーチに指導者になるってなった時に、はい、やっぱり1年目すごくやることが多くて、今まで選手でチヤホヤされてて、その中で、まあ、裏方ではないですけど、監督を支える側にコーチとしてなった時にすごく充実はしてた、辛いというか充実はしてたんですけど、もう本当に大変でしたね。大変というか寝る時間を惜しんで作業をするとか、もう本当にいろんなことをスクールもやったし、トップチームにも関わったしっていろんなことをやらせてもらったんで、その時っていうのは肉体的にはもう本当にしんどかったです。しんどかった。1年目2年目っていうのはだからまだと違うことをしてるっていうところも、そうですね、はい、そこですかね。一番厳しかったというか辛かったっていうわけじゃないんですけど、すごく苦労させてもらったなって、まあ、今はそれが生きてるんで、苦労させてもらったな、成長させてもらったなっていう時期はやっぱり、現役から指導者になったタイミングだと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、逆に一番嬉しかった出来事とかってありますか？嬉しかったことは、はい、もう本当にサッカーやってれば分かると思うんですけど、はい、9割我慢、はい、まあ、9割、1割もないかもしれないですね。喜びがある時ってもう本当に、酷使して体酷使して結果が出て、ああよかった、でもまた次のレベルがあってっていう、どんどんどんやっていくんで、結果が出たことって、僕全国優勝とかも、あ、まあリーグ賞はしたことありますけど、はい、現役の頃に愛媛で JFL 優勝して J2 に上がった。あと、プロ、そうですね。あとはそれだけかな。現役の時はそれだけで、指導者になってからは、ブラウブリッツ秋田っていう J3 のチームで J3 を優勝したことがあるんですよ。はい、だその2つの優勝っていうのはすごく嬉しかったですね。今までの何か今までやってきたものっていうのが。よくあった気はしました、はい、そうですよね、やっぱ形になって分かるとより嬉しいですよね、はい、そうですね、優勝ってなかなかできないですよ。そうですよね、本当にこのメンツ今、リーグ J リーグで優勝したメンツがいるかとか、大学で全国優勝したことがある選手っていうのは、J1 に行っても、J1 のチームの中でも本当に、少ないですし、そういうエリート集団の中でも全国優勝したことないよっていう選手がいるし、だから本当にそういうことに立ち会えたというか、そのチームの一員で入れたっていうのはすごく今でも嬉しいっていうか誇りに思います。ありがとうございます。ちょっとまたパーソナルな部分に戻ってしまうんですけれども、はいはいはい、まあ、サッカーを踏まえながら、はいはい、監督ご自身の長所と短所みたいなところも、もちろん指導してる部分とかもあると思うんですけども、教えていただいてもいいですか？これはもう裏表で長所だったり短所だったりっていう、その場面によって出方が違うんですけど、はい、圧倒的に言えるのが僕の長所と思っているのが、スピードが速いと思います。なるほどなるほど。やる、何かをやるっていった時に、うんうん、はい、仕事のスピードだったり考えたり決断したりっていうスピードはすごくそこが僕の長所だと思ってて、はい、ストロングポイント、指導者としてやっていく時に、迷わずしっかりそこにチョイスしていけるっていうところは長所だと思ってます、はいはい、で、まあそれを裏返せば、そのスピードがあるから、はい、ちょっと雑であるっていうところはあります。僕もそれは完璧にはこなすように日々、はい、考えていろんなことをやってるんですけど、やっぱりスピードの方を重視してしまってちょっと雑になっちゃったり、怒って伝え方がおろそかになったりとか、でも怒られたっていう事実を選手に
伝えたいんだよっていうところとか、だからそこのせめぎ合いですね。もうそうですね、バランスだったり。なんで長所はスピード、はい、で、短所は雑なところとか、あと全体を見ながらそれを言えてるかどうかっていうところだと思います、はい、ありがとうございますはい、ここまで監督のパーソナルな部分をいろいろ伺ってきたんですけれどもはい、ちょっとこの後はですね、はい、もうすぐ全国地域サッカーチャンピオンズリーグが開幕するというところで JC 宮崎も出場することができました。はい、はい、そこについていろいろとお伺いしていきたいんですけれども、はい、監督から見て JFC 宮崎の今のチームっていうのはどういったチームになるんですかね。一言で表してみたいなのがよくあると思うんですけれども、はい、そういった形で答えいただけると難しいですねでも元気なチームだと思います。一言で言えばベテランもいるし、はい、若手もかなり若い選手も、まあ、20歳以下の選手もいるし、そういう選手ひっくるめてすごく元気なチームですね。フレッシュというか、そういう僕もコーチも、40まだ行ってなくて、はい、まあ、すごくコーチ陣もフレッシュだし、コーチにしては若いと思いますし、まあ、そこをいい方向に持っていけるかなとは今思ってます、はい、ありがとうございます。で、試合まであと1週間、はい、というところなんですけれども、現在のチームの状況はいかがですか。はい、コロナウイルスの影響で、はい、リーグ戦が中止になった時っていうのがすごく、ポイントになってて、はい、でそこから今残ってくれた何人かは、チームを去った選手もいるんですけど、残ってくれたメンツっていうのはそこからしっかり自分のことを考えて、このリーグ戦がないシーズンって初めてだと思うんですよ。僕も現役やってきてリーグ戦がなくなったなんてことは僕も初めてですし、そういう中でちょっとでも成長しようっていうことをチームで話して、はい、でこのリーグ戦がない、目標がない中で成長できたら、他のシーズン、あとこの先サッカー人生、まあ、何年やるか分かりませんけど、現役でいる間余裕で成長できるよっていうモチベーションで今チームが動いてきたんですね。でその中でチャンスがまたも巡ってきたっていうので、選手はすごくモチベーションも高いですし、状態的には、まあ、このチームが今一番力を発揮できる状態にあるんじゃないかなっていうのは思ってます。そうですよね、やっぱり目の前の試合とかに向けて動かれることも多いと思うので、そのリーグがないっていう状況の中でも高いモチベーションを私たちが維持しながらっていうのは、本当に監督の尽力のおかげなんだろうなと思いながら見てたんですけど、すごく結果が出る出ないかかわらず、そこはリスペクトというか尊敬したいなっていう思える選手たちですね。そうですね、本当に私もそれは同じように思います。はい、はい、ありがとうございます。さて、試合に関してなんですけれども、はい、まあ、監督としてこのチームをどういうふうに、まあ、導いていくといいますか、はいはい、まあ、組み立てていくのかというところを、はい、さらっと教えていただけたらなと。そうですね、はい、まず、6日にある1戦目、はい、1戦目に選手に対して、そこに 100% 持ってってくれ、コンディションを持ってってくれっていう話はしてます、はい、で3戦戦うから、力を3等分して3戦戦うんじゃなくて、まずは1戦目に 100% ぶつける、はい、でその上で2試合目は相手も2試合目になるし、3試合目は相手も3試合目になるんですね。なんでそこで、まあ、どうコンディションを持っていくかっていうのはコーチングスタッフとか僕とかそういう、あとトレーナーとかいるんで、ケアの問題とかそういうので、
なんとか3戦乗り切るっていう形でやっていこうと思ってます。なんでまずは、6日の1戦目に 100% 注げるようにあのコンディションを整える、あとトレーニングしていくっていう風に、導こうかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、さて3日間で3試合という、はい、すいません、そうですね、3日間で3試合という戦いになるんですけれども、はい、まあ、かなり過酷な戦いそうですね、なると思います。はい、最後の質問なんで、質問といいますか、はい、最後のお話なんですけれども、地域チャンピオンズリーグに向けての監督の決意表明、はい、はい、一言いただきたいと思います。はい、シーズン始まった当初、はい、僕もそうなんですけど、目の前の練習とか目の前の練習試合、公式戦、一試合一試合で相手を上回ることを、目標にしよう、まあ、優勝とかあと JFA の上がるとかそういうことはもう一切口にしないで、あの目の前の相手に勝っていって、最後勝った時に、あ、 JFA で上がれてたね、優勝できてたねっていうスタンスで始めたんですね。はい、なんでそのスタンス崩さず、決勝大会でも目の前の相手、まずは1戦目の相手で、その終わったらその後は2戦目の相手っていう風に、目の前の相手に、上回って勝ち点を取っていくっていう、気持ちで3戦乗り切れればな。でそのに1回帰ってきて、また決勝ラウンドありますけど、そんなこと全然考えずに、まずは目の前の1戦に全力を注ぐ、相手を上回るということを、コーチングスタッフ含め選手、あと会社を全体で戦ってこようと思ってます。なんで、もし、SNS とかね、あと現地に行く人も、おられると聞いてるんで、そういう姿を見ていただけたらなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。菅原監督、本当は本当に今日はありがとうございました。はい、なかなかここまでゆっくりとプライベートな話をさせていただく感じないの で、ちょっと面白い話もいろいろと聞けて、はい、新鮮な時間だったなと思いました。はい、ありがとうございます。選手ね、やってあげたらいいんじゃないですか。はい、こういうのはもちろん今後、はい、選手たちのインタビューもそうですね、はい、させていただきます。選手は結構人気ある選手もいるんで、もともと J リーグでやってた選手とか、ね、あとここからこう出ていきそうな若手もいるんで、ぜひ選手やってあげてください。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら本日はこのあたりで、はい、終了させていただきます。はい、ありがとうございました。